腹減ったな。レン、お腹空いてるの？ああ、少し。マリーは平気か？私は大丈夫だけど。どうしようか、何か探してくる？いや、いいよ。なんかしょうもないこと考えちまいそうだから、いつも通りみたいな、そんなこと。私は聞きたいな、いつものレンがここでどんなことをしてたのか。同じぐらいの年の人がいっぱいいっぱいいるんだね。建物もお城みたいで綺麗だし、なんだかとっても楽しそう。楽しいよ。本当？ああ、かすみとシロウが俺と同じクラスでさ、あいつらバカで騒がしいからいろいろ面倒なことをふっかけてくるんだけど、本当はそれも楽しくてずっと続けばいいと思ってた。北条、俺の避難場所でさ、そこで一年の時変な先輩に会って、追いかけてくるんだよバカスミが。おかげでそこはただのたまり場になっちゃったし、シロはいつも調子乗ってて、先輩は微妙なサンドイッチ食ってて、ほんのちょっと前まで俺たち大体4人一緒だったよ。それが今は。じゃあ私が5人目になってもいい？ねえ、ダメかな？いいよ、絶対楽しいよな、約束だ。